はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、相手の魔法トラップモンスターゾーンを全面封鎖していこうと思っておりまして、電脳獣ディアブロシス君っていうね、このモンスターの禁止になっちゃったんですね、マスターデュエルさん。はい、まあ当たり前なんですけども、こいつが生きてると、なんか本当いとも簡単に相手のゾーンを封鎖してきて、マジでクソゲーが起きるんですよ、あのクソ通りだって。でこのディアブロシスという、モンスターが禁止になった穴は非常にでかいと。で全面封鎖するために何をすればいいかっていうと、まあ、シャングリラの効果でね、で全面封鎖していくんですけども、裏側表示で相手のそのカードが除外されないといけないんですね。相手のカードがこれ結構難しいんですよ。で、今回はゾーンを封鎖するためにまずね、裏側表示で除外するカードをいっぱい入れてきました。まずですね、ご紹介していくのは、プレゼント交換これはデッキからカードを1枚お互いに選んで裏側で除外するという効果ですね。はい、でこれを打つことによって相手のカードが除外されるので、シャングリラの効果で封鎖ができる。あとこれから、これ光の封鎖剣、これも相手の手札を1枚選んで裏側で除外するカードなんで、これを使うと相手のターンで数えて4ターン目の相手スタンバイまで手札をまあ引っこ抜けるんで、これで裏側で除外されるから、シャングリラの効果で、裏側に反応してまあ封鎖できるということで、今回は一応目指すべき盤面は、先行でシャングリラを2体並べまして、で、まあ、封殺権とかプレゼント交換とかを2回打って、相手のモンスターゾーンをとりあえず全面封鎖すると。で、その後に、まあ、余裕があったら、まあ、地盤沈下引いてるとかね、なんか、他に、まあ、すべき封殺権がもう1枚あるとか、いう場合は、まあ、魔法トラップゾーンも封鎖していくと、まあ、いう感じの動きをしていこうかなと、はい、いうふうに思っています。まあ、割と、ユニコーンからの展開でシャングリラ2体は簡単に出るんで、意外と成功率は高いかなというところですね。クソリッキーにしては。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。巷ではグレンの指名者やら神の宣告やらが流行っていると聞きましたが、そんなカードは必要ない、光の封殺剣こそ最強ということをお見合いしていこうと、思います。これなんか意味わからない、この光の封殺剣が2枚ってことは結構やばいんですけども、オクシャルパービアスを持ってくると、まあ、普通これユニコーンから一応動きまして、ですね、これあれです、一応確定は増字、はい、OK です。エクストラデッキを抜かれる覚悟のあるやつだな、いいだろう、貴様の覚悟は無に消すかな。一応ね、裏側で除外、相手のカードを除外するカード2枚とユニコーンで確定します、一応。はい、まあ、一応3枚コンボですねちょっと成功率が若干気になるという話はあるんですけども、これあれですね、参戦の際も打ってるの結構強そうですね。とりあえず楽園だということが分かりました。ルベリオンでいっか、楽園ちょっとな、なんかエクストラモンスターゾーンに出される可能性あんだよね。それがね、ガチでめんどくさいっていうのね、あんだよね一応、まあ、ちょっと一応参戦の際 で一応相手の手札ちょっと確認させてもろって、なるほどなるほどなるほど、破兵、破穴、ルベリオン、鳥、なるほど、まあ、一応ルベリオンか。はい、あとはまあ別に何でもいいや。融合破兵は出せなければ関係ないから、多分出せないからっていうか、モンスターを出すことさ許されないから。でライズハートを持ってきて、で相手の手札もカンニングしてるんで、もういくらでも好きに展開できますね。であとはね、シャングリラを2枚展開するだけって感じです。はい、シャングリラ2面展開でディアブロシスのね、ちなみにね、いなくなった穴マジででかい。いや本当にディアブロシスのいなくなった穴は相当でかいから、これを埋めるために意味わからないそのプレゼント交換とか、なんかその光の封殺剣みたいなカードをね、言いなきゃいけないんですよ。これがね、痛いですけどね、まあ一応それがあればいけるというところで、まあ、モンスターゾーンを完全封殺といったところ、まあ、トップで楽園融合を引かれなければモンスターを出すことすら許されませんね、相手ね。いやまあ確率的にはね、多分ね36分の1ぐらいなんで、さすがに引かれないと思います。はい、で、ダブルシャングリラしまして、はい、ダブシャン、通称ダブシャンね、これで光の封殺剣、光の封殺剣だよ、最強ムーブで相手の、ドローフェーズで光の封殺剣をぶち込んでいくスタイルです。はい、まあ、一応スタンバイフェーズでもいいけど、スタンバイフェーズでシャングリラ君の効果が発動して、デッキから
そう、まあ、ユニコーンにしますか。次のターンのこと考えてユニコーンで。はい。で、お楽しみはこれからだ。レディース&ジェントルメン。相手のティーダーを、2枚ほど4ターンくらい裏側で紹介します。はい。今から君のモンスターゾーンは全て封鎖されるがよろしいか。このモンスターだってめターン1過ぎてるんだろうな。なんかシャンクリラとかいうモンスターにターン1隙は捨ててますよ。コナミさん、コナミさん、コナミさん、どんどん右側から徐々にモンスターゾーンが封鎖され、モンスターゾーンは一切使えなくなりました。ちなみにサンダーボルトとかされてもね大丈夫ですからね。参戦の際もパクるスペースないで打てませんし、これ、はい、まあ、何か言いたいかっていうと、つまり最強ってこと。最強。なるほど、悪くねえな、悪くはねえが、まあ、普通にユニコーンから動いていかざるを得なくて、シャングリラで一応2面封鎖できる。ちょっと待ってね、これシャングリラ打ってから行けばなんとかなるかな。ちょっと待ってね、裏側除外するカード1枚しかないんだな。ライズハート込みで一応2枚あるけど、ライズハート抜きで2枚いないといけなくて、でもライズハート引いてるときワンチャンあり、いける、これ。スケクシャ、スケクシャ、イズカミ、アンド、ライジングハート、ダシーノ、シャングリラダシーノ、これで、一面封鎖。いや、これいけんのかな。ちょっと待ってね、ビッグバンだね。ビッグバーニング打って、いや、これ、単純には無理か。単純には無理やから、これ回収のターンでなんとかしていくしかないな。まあ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 、まあ、その展開もやるか。まあ、絶対未来流用とかした方が強いと思うけどね。ちょっと今回のテーマは全面封鎖っていう、まあ、テーマを私掲げておりますので、テーマに沿って、やっていこうかなというふうに思っております。で、ライズハート。で、一応スケクシャ出して爆弾させの、パーピアス除外。これはだから、パーピアスを発動してしまうと回収になっちゃうとダメか。ちょっと待って、これ家で、ビッグバン吸収で、あまりにも裏目がでかすぎるムーブするんですけど、ここシャングリラいきます。絶対お前それやんない方がいいだろみたいな、展開いきまーす。これで3面封鎖は確定、3面封鎖確定して、で、ライズハートの、ライズハートのあれよ、効果使えさえすればいけんだよ。もうごめん、行こう、機械の封鎖つきます。さあ、手札が1枚裏側で除外され、そしてアライズハートの効果とシャングリラの効果が発動し、相手のモンスターゾーンを封鎖としていく。オッケー。で、これで参戦の GO とか言われて、あ、でも参戦の GO って言われたら参戦の GO を除外すればいいのか。参戦の GO って言ったら参戦の GO を除外して裏側で、ほんで、シャングリラでモンスターゾーン埋めれば参戦の際持ってこられても大丈夫だ。いける、回して、もうだからもう関係ない、もうユニコーン出す、いけ、ユニコーン、モンスター効果使ってくれてもユニコーンで裏側除外できるしな。相手のエクストラ、さあかかってこいよ。裏目がでかすぎるぜ、これ。あまりにも裏目がでけえムーブしてるぜ。参戦の GO、サンダーボルトなどなどいろいろ効くカードはありますが、ないない。あ、やった。それは、え、これ無効にできる方法あんのかな、ちょっとわかんねえ。これ裏側で除外したら全面封鎖大丈夫。3枚やっていいね、これもうしょうがないね。で、こうして、え、なんか、これなんもなかったらいけるぞ。あれ。あれ、
こちゃんやばいんじゃねえのそれ、それやっちゃったんじゃねえの先生。なんか脳死でフェンネル出したらいいと思ってるかもしんねえけど、お前シャングリラ2体出てること忘れてんじゃねえの。え、これ返せるからなんのか分からん。え、これ参戦の際もパクるスペースないです。サンダーボルトも一応耐えれはし、あ、でもこれあれか、シャングリラが行ったら死んだか、シャングリラ行ったら死ぬかってなってくるとモンスターゾーン1個開くな。でもこの盤面作っていけんだ大体。さあどうする、さあお相手し、お相手しモンスターゾーンが完全に封鎖させました。おっと、おなんでフェンリル特殊召喚したんだよ。フェンリル特殊召喚したなんで。じゃあシャングリラ出しか、シャングリラ出しのライズハート、裏側で除外しに行きたいので、ちょっとなんとかして相手のカード裏側で除外するためにはアライズハートの効果も、使っていかなければならない。とりあえず一生シャングリラ出してくせたんだ。これシャングリラ出したら魔法トラップゾーン全面封鎖いけんじゃねえか。これさ、これで全面封鎖いけんじゃねえか。ちょっと待ってくれ、これで裏側で除外されるんだろ。こうしてで相手のカード除外された、でアライズハート君の効果も反応するし、シャングリラの効果も反応して、とりあえず魔法トラップゾーン全面封鎖する。え、やべえ、ちょっとアライズハートの素材が1個足んねえ。ちょっと待って、アライズハートの素材をなんとかして吸収しなければ。ハカーノも打てねえ、やべえ。ちょっと待って、これアドバンス召喚か、これもしかしてアドバンス召喚説ある。これ強引、クソ強引アドバンス召喚からの除外ゾーンに、カードがいったことによって溜めてからの、これこうだな。さてはちょっとさっきのアライズハート、アライズじゃねえ、シャングリラ全然意味なかった気がするけど、でとりあえずこれ吸収して、でアライジングハートで3枚をゲームから除外して、相手の、魔法トラップゾーンを埋めて、でいろんなカードの効果を発動して、あれこれこれ来たか、これやべえ、ちょっとごめんなお相手し、俺の壮大なる目標に向かって今走ってる最中だからよ、待っててくれな。今からお前の魔法トラップゾーンとモンスターゾーン全部封鎖してやるからな、ちょっと待ってろ。いけるぞ、これいける、これでユニコーンの攻撃宣言時で相手 あのエクストラカード1枚引っ取ればいいんだな、これ。よっしゃ、いけユニコーン、ラストも一面だ、いや全面封鎖完了だ。ディアブロシスあるとね、これ結構簡単にできたんですよね。これやっぱこのデッキ頭は結構おかしいってことでいいな。はい、対戦ありがとうございました。俺の展開見守ってくれてありがとうな、感謝するわ。プレゼント交換めっちゃきた。いや、いける。何もなければ、プラネットパスファインダーに揺られて言われた瞬間に世界が終わるが、プラネットパスファインダーの効果発動。よし、パライゾス手札に巻いていく。よし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 、いいぞ。でパライゾスの効果、ユニコーンとプレゼント効果が2枚あるときは、全面封鎖が、先行で、決まります。さあダブルシャングリラいきまーす。ダブシャンして、でプレゼント交換、君のデッキのカードと僕のデッキのカードを交換しよう、このプレゼントカードとかいう最強カードを君にあげるよ。さあ、何をくれるんでしょうか相手は。さあアライズハートの効果、さらにシャングリラの効果、さあ一気に相手の
モンスターゾーンをしっかりと埋めていく。さあ3面封鎖、これで3面封鎖、あと2面あちらにあの裏側で除外するカード、皆さんあの調べてみたことあるかわかんないんですけどね、これ僕調べてみたんですよ。マジねプレゼント効果の光る封殺剣くらいしか、ね、なんか、ね、なかったんだよね、裏側で除外するカード、相手のカードをね。さあ何らかのちなみにカードが、手札に入るんですが、これで一応相手のデッキ何となく分かりますね。はい、さあモンスターゾーンがごめん封鎖されてしまいました。完全にレインボーブリッジ封鎖除外されてるカードめっちゃキモいな。でプラネットパサイナー、これクシャトリラかな、これクシャトリラ臭くね、うん、クシャトリラの匂いするな。まあいいや、でエンドフェイズで、プレゼント交換の効果とプレゼント交換の効果が起動しまして、あそっか、これプレゼント交換で除外したカードをアライズハートでこれパクれば、あれあの入んなかったのか、両方とも、まあ、それもそうだな。まあいいや、でクシャトリラシャングリラの効果一応スタンバイフェーズ発動。さあデッキからオオカミさん出しまして、パライゾスの効果は起動しなくてもいいですね。さあお相手しどうするんでしょうか。魔法トラップカードは一応使います意外と魔法トラップカード使える抜け道があるのがちょっとあれですけどね。まあ言うてでもこれ返せる魔法トラップカードないと思うんですけどね、一応今のところは。あーやばいやっばクソやべえカード入ってんじゃん、あぶれ、おやっべ、クソやばいカード来た、危ない、全部のカードを裏側に捨てとかいうガチでやばいカード、あまりにもやばすぎるカード、あぶねえ、いやよかった、サンサーにしといたアライズ、マジあぶねえなあいつ、地獄みたいなことしようとしてて、しようとしてきてて腐らな、これこれちなみに確かに裏側にするカードめっちゃ効くんですよね。クシャトリラってさ、要は効果がフィールド上表側表示存在する限りっていうパターンなんで、基本的にはあマジ危ねえわ。でユニコーン、うん、オッケーで魔法トラップゾーンを完全に封殺している。あと3面だな、よしあと3面、パライゾの効果発動しない、あと3面だ、闇の子風景はマジで危ねえな、参戦の子やばないそれはそれはやばない、なんかワンチャンやばい、ワンチャンやばいカード入ってたら終わる。ちょっとサンダーボルトとかそっち系のカードが引っ張ってこられると意外とめんどくさい。でアライズハート効果、いや怖すぎるなマジで。参戦の際はね、ちなみにね打てないというか、打てるけど2ドローぐらいなんですよね。でも闇の5風景入ってる時マジ怖えやな、ちょっとやめろやめろ、もうやめろもうやめろ、もう何もすんな、もう何もすんな、金マネキッキャツボ、えそれ魔法トラップゾーン封鎖できんじゃね、これ自分から封鎖されに来たぞ相手のカードを裏側で除外できるぞ、来たパピーファースファイ指名者クシャトリルバース怪奇日食の書、あれ待って、やばい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 ぞやばい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 ぞ、いやでも裏側で除外ができた、ちょっと待って、あでもやばい、魔法トラップゾーンが一面封鎖できない、助けてくれやばいことが起きた、マジ魔法トラップ一枚使いちまうやばい待って、話し合おうぜ、いや話し合おうぜ、ちょっと話し合おう、話し合えばわかるよ、あ俺のクシャトリラが全員裏側守備表示でなってしまった、クソや、あそんなバカな、そんなバカな、アライズハートに僕のシャックリングの効果が発動したばっかりに助けて、お母さん、お母さん、え、なんか殴られたことないよね、
あ、流れの考えてるのか。あーなるほど。うわー、俺のユニコーン、まあ、ライズハートの効果やばすぎ。ガンダムはやめて、ガンダムはガンダム助けてー、ヒエヒエ、あーそして誰もいなくなった。やかましは、くそなんでなんでそんな裏返すカード入ってんだよ、おかしいだろ、あいつのデッキどうなってんだ。